怖い。放水してるとこが見たいな。これここからもうものすごい水が行くわけですよ。わーってね。ああ。かなりなんかなぎ倒していってるような。ここだよね。うん。あ、どこだ。こっちか。すいません、突然で衆議院議員の山崎誠と申しますが、ちょっとご挨拶で。はい、少々お待ちください。すいません。はい、洪水調査工業用水の供給、多目的ダムですね。あ、どうもすいません。こんにちは。突然で申し訳ございません。突然ですいません。すいません。ちょっとね、はい、いろいろ水害のね、調査で来てまして、
ね、ダムもいろいろと今、ね、皆さんご苦労されてるというので、ちょっとどういうところかなっていうのを、ちょっと様子を見て、言わせてもらったんで、省庁を呼びましょうか、ね、ちょっとそうですね、その概要とか、ぜひ、まあね、ちょっと呼び込んでみましょう、ね、申し訳ないですね、急に呼んで、ちょっとご連絡してくればよかったんですけど、いや、大きいダムなんでびっくりしましたね、いやいや、もうあの貯水量は少ないんですよ、あ、そうなんですか、流域面積に対してですね、この上流へ2つダムがあるんですけれど、まあそれでなんとか今回は収まったんですけども、そのダムなかったらまだひどいことになっておりましたな、実際に、そうですね、大変な大雨だったですね、そうですね、ちょっと待ってください、ダムででも貯水量小さいんですか、これ、ね、あの洪水調節容量ですね、100万トンしかないですよ、洪水調節容量が、要するに流域面積からしてあの池の大きさが小さいんです、うーん、今の新しいシアダムとかでしたらもうまだ大きいんですよ、後ろか、その代わり流域面積が小さいですけどな、その点まだもともとこう溜めとくダムなんですよね。そうです。お話聞いたら、あ、溜めとくダムじゃなくて夏場は下げてるんです。夏場は、ね、夏場はもう水位を落としてるんです。あ、そうですか。調節備えてるんです。そうなんですか。あ、そこそこ。じゃあこれが小本ダムが、そうか。じゃあ洪水調整の機能はもちろんあった。高橋側の本流じゃなくて支流にあるんですね。あ、この元ダムの木です。所長って？所長、所長、所長。ありがとうございます。あ、どうも突然ですみません。あの先ほどご連絡させていただいたあの衆議院議員の山崎と申します。どうも、すみません。よろしいですか。はい、どうぞ。すみません。すみません。どうも突然でお忙しいところすみません。いえいえ、ご苦労様です。山田でございます。よろしくお願いいたします。山崎と思います。どうも、よろしくお願いいたします。すみません。あ、ちょっと山田と申します。一緒に回ってみます。草井と申します。一緒にいます。どうもどうも。すみません。ちょっと今日はあの岡山のマビラとかですね、実見てきまして、でちょっとやっぱりダムのね様子を見てこようかなと思って、まあ今いろんなねあの情報がちょっと動いてて、まあ現実問題ねどんなのかなと思って、ちょっと上であのご説明聞いて私としては非常に納得してですね、やっぱ大変危険なね難しい状況だったですよねっていうことで。理解はしたところなんですけどね、あのダムでできて一番の最高の量が、そうなんですよね、まあ、これちょっと、はい、まああの一応ちょっと待ってくださいね、洪水期はこっちこっちですね、まああの、あのこう夏場はこう水位を下げて、それからまあその水位を下げた水位で洪水調節容量ということでまあ確保しまして、まあそこでいつも入ってくる量よりも少なく出して洪水調節を行う、それがどん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 非常に大きな雨降ったらこの洪水調節容量がいっぱいになる、まあなって溢れるわけにはやっぱりいきませんので、まあそれでまあ正しい書き操作特別防災操作をまあ行ったというのが今回のそうですよね、でも初めてだったんですもんね、ですです、今回39年に完成して初めてです、うん、ですよね、これは例えばあの、まあ、今後の教訓としてですね、まあごめんなさい、私は別にダムの専門家でもちろんないので、どういう教訓をねお持ちなのか、もうまあ例えばね、やはりほらやっぱり下流にいろいろ影響が残念ながらやっぱり少なからず出てるのは事実ですよね、まあそれもこっちのダムが壊れたら大変なことになっちゃうから、まあ、確かにまあいろいろ言えるんですけど、まあ、ね、あのこう高橋川のこれだけ大きな流入で、まあ、あの別に言い訳じゃないですけど、まあ、ここだけですね、いろんなこの流れがあってこう放流しておりますので、
まあ確かにこういうあの下流に関しては例えば通知の方法今後たそうです、ね、例えばメールを使って迅速にやるとかそういう手法を、まあ、検討していかなければやっぱりいけないのかなとは思います。手続き的には何分前とかにやっぱりそれはもう捜査規則で、それも各関係市町村さんとかに通知はしてるんです、はい、で、ちゃんとファックス届いてますか確認したりそういう手続きを踏んでやってるんですが、ちょっと素人考えで例えばこの降水機のこの何あの量ですね、容量をもっと思いっきり下げるとかっていうのはこれいわゆる多目的ダムで、はい、治水だけじゃなくって工業用水とか発電の容量なんです、うんはいうん、まあそれ利水さんとで水利権持ってますの で、 でこれもこれもここまでこれがいわゆる利水さんの持ち分なので勝手にやる、うん、あのはあそれがあるんですよね。ここでここだからここまでは工事調整で使います。ここから利水の容量ですというのはその持ち分を多目的いわゆる多目的でも治水専用でもではございませんのでそういうことがまあ一つあるんですよね。利水はこれ工業用水の利水工業と発電あのご存知に岡山県水島大工業地帯がございまして、それの工業水の水利権持たれてますので、そういうこと。この止水っていうのはもうここは動かない水っていうか量としてはそうですね、ええここはもともと放流設備ありませんのでこれ以上下げれないんですよね。なんでね、これないんだよね、やっぱり、うん、ないんですよ、この下に、うん、ゲートもともと止水域というかあのダムというのは水だけじゃなくて土砂もやっぱり溜まるんです。それが計画対処量ということで、まあ、いわゆる使えない部分。あーなるほどね、まあ、あーまあ代謝を見込んだ容量と代謝を見込んだ容量、うん、100年の代謝100年の代謝というまあ、まあ俺とかあるじゃないかという下遊んでるじゃないかというそれはまあ代謝のもう造成いずれそこ溜まって使えなくなるという容量を見込んでるっていうことなんです。なるほどなるほど。ここだからそうですよね、浚渫したしてもまあそういう意味だとそうですできない、もともと使わない容量といいますか、まあこれ計画対処量100年分見込みなさいよというのはこれもちょっとあの基準で決まっておりますので。なるほどなるほど。でも これ以上水抜けないんだったらもう溜める洪水調整ってここでやるしかないですもんね。そうですそうですですよね。あとはだからこの利水の人たちとも相談できて、もうあのまあ利水の人たちがもうこのよしこの容量もう上げろって言ったらまずそれ容量増えますよね。ってことですよね、うん、ただまあ発電もしてますし、そうですよね、そういうことはやっぱりこちら勝手に取り上げることはちょっとできないことなんで、まあだけどあれですわね、今後こういう緊急事態が発生するってことであれば、うん、少しそこ的な課題になるかもしれないですよね。は可能性はありますね。なかなかこう、ね、この一単事務所でどうこうするか、それはちょっとなかなか私もそこまでは申し上げることはできないんですが、なるほど、ね、一つ容量を確保するでもそういうことは確かにこの容量をまあもあの当然保証金もいると思うんですけども、うん、緊急事態の時には、うん、そういうこと。あるんですが、まあなかなかこれも相手さんがいらっしゃるんですよね。なかなか、ね、うん、これでもその余裕は見てるんでしょうかね、工業性的にはね。まあ利水の計算でこれだけ下流で止水するから、あの川を流すために渇水機でもこれだけの水を川に流すためにこれだけの容量がいるという計算によって容量設定当初しておりますので、だから逆に渇水になった時も工業者のあのここで放流する分だけ取水する権利はあると。ああなるほどなるほど、そういうやり取りを川を経由してやってるってことなんですね。川をつないでここで開発したもの、これは川は自然のこれを使ってここで取水するという、うん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 、ことになりますので。あなるほどね、あ水利権ってそういうふうに組み立てられてるんだ。発電はあれですよね、別なとこから抜いてるわけですよね。発電の取水口があって、あります。工業用水は工業用水はその発電とかその、まあ、どこから放流しても川に流れて下流しますので、うんうんうん、基本はあの発電を取水したものを工業水。そうそう、ああそういうことですか、うん、あ一緒供給用ですね。一緒ですからね、あの、うんうん、水に色はついてませんのでこの色は発電が終わって川に戻したものが普通の水になっちゃうんで、はい、それをそのまま工業水が使ってるっていう認識なんですね、うん、なるほどね。6日 の、 そのゲート操作 の、 そのなんですか概要といいますか、そういうのの資料っていうのはご提供いただけませんか。提供あの一応あの県の防災ポータルで公開してるんですが、はい、まあ、一応ちょっとあれだけあの、すみません、あの正式な部分はやはりちょっと現れて提供はできないんですけど、説明用でだけであれば、あ、まあ、これネットで公表してる分ですので、これのちょっと待ってください、目が悪い緑が
流入だよね、はい、まあ、緑の流入でこれ放流で、この差をだから洪水調節を行っているんです。これだけ入ってきてるのにこれだけしか出してないということは、で溜まってる、ここが溜まる部分なんです。だからこの間は洪水調節して下流への流入、流れる水を減らして、例えば、下流の水位の上昇を抑えて、避難する時間とかも稼げているはずなんです。で、ここを貯める、まあ、当然だけどいっぱいになりますよね。ここでいっぱいになったらもうここでもう、まあ、ちょっと見えないです。ここで特別防災、そう流入一回この部分この落差でやったってことか。そうです。でそれも何度申しますように、そういう防災正し書き操作といいますものも。流入量よりはたくさん出してないんです。流入量イコール放流量にする、これは流入量よりも放流量を少なくして洪水調節がいっぱいになりましたと、そうしたら流入量に要するに入る水と出る水を同じにすれば水位もこれで上がる、池まで同じですから、満杯になったらそこをするということで、仮にダムがなかったもこれだけの流入下流に流れているわけなんです。当然ここはこれ放流量してくれたから下流の治水にはものすごくこの分役立っていまして、もし満杯になっても流入量イコール放流量ということで、まあ、自然の川のダムがあった時もなくても同じというふうにしております。なるほど。でこれぐっと下がったのはもうここでじゃあ流入量も下がったってことですよね。そうですね、流入量を下がったら今度また次の山が来ますので、まあ、例えば水温もここはちょっと放流の方が多いんですけれども水を下げなきゃいけないダムのということで、まあ小本ダムの場合625トンが計画放流でですね、625トン以下かな、625トン以下で、その分、まあ下げる、まあ、普通でもそうです、水が溜まって洪水が終わったら放流量を増やして水をまた流入量が下がって、下がってくる分、まあ、保留量がちょっと多いというのなんですけど、また洪水調整を確保すると、また次はこれを洪水調整を使って洪水調整を行うと、また洪水が終わるとどんどん少しずつ保留量の方を少し増やして下げていきます。こういうことをずっとやってるわけです。でも要するにマックス入ってきたものより多くのものは出してないってこと、イコールにしてどこでもってことですね。だからダムの中で自然河川だと同じ状況、でこの状況でダムがない自然河川と同じなんですが、今後の間はもう洪流調整で放流量を少なくして下流域の治水効果を高めているということです。でここがたまる分ですよね、ダムの洪水調整量。なるほどね、だからもうよっぽど多かったってことですね。費用最大のダムを作るときに、まあ、過去の雨量を調べて、まあ、どのぐらいここだって降るかなということで計画立てるんですけれども、その計画雨量の 1.8倍の雨が降ったと。最高がここですか、やっぱこの700、いや流入の最高だ、あここが、ね、ここです、ここだ、800ピーク、ここで2時3、この辺ですね、やっぱり22時、この辺ですね。なるほど、ここがバーッと来てるんだね。なるほど。で放出の最高ここになります、ね、ここですね、ここちょっと これ1時間単位なんで、ここがもっと本当ちょっとこうなってる、これ1時間単位しか出てませんので、実際細かく操作ありますんで、だから、この表で言いますとこの辺ってことなんですね。やっぱこの12時、1時これをピークをなんとか乗り越えながら最後、やっぱここが、なるほど、なるほど、その時に、あのゲートをゴッと上げて、まあ、グッドというか、まあ、じわじわとこう、そうですね、まあ、少しずつ上げ、あ、流入量増えてる分ゲート少しずつ上げながら放流量増やしてるってますね。ゲートやけたらそのゲートもあるので、それも1回あたり何いくつまで上げると決まっておりますので、まあ、どうでもゲートの安全性確保しなきゃいけないですので、ゲートの安全性、これ万が一なんですけど、その越流するみたいな、多分こうってなると、その時のリスクっていうのはやっぱりいろいろ、まず普通に考えられるのは越流するとゲートの操作室とかここに機械設備がありますが、それが水に浸かったら多分こうなってもうダムのコントロールできなくなりますよね。そういう恐れ、まずそれは考えられますね、普通機械設備電気設備、あとまあダムはコンクリート、まあ、これはちょっともう専門家さんが実験でもしていただくしかないんですけども、コンクリート自体は例えば持ってもその周りは地山ですよね、
こう富士山がこうあって、そこがこう水こうこう流出する恐れもあるんじゃないかと思いますね。ま、周りですね。です。周りの山が。コンクリート自体は、まあ、もし持っても周りの山が。周りの山が崩れちゃう。うん、そういう、まあ、これも事例がないんで、ちょっとこういうこともリスクもあるのじゃないかと言いますことなんですけど、まあ、これはちょっとまあその国の方で例えば、うん、土木研究所の方の実験していただけたらいけないと思う。そういうことはまあ普通にパッと考えられます、ね、まあでも当然当たり前なんですけど、越流したとしても出てくるのは流入量ですが、ここは開けても同じなんだよね。イコールです。だからあのダムがもし仮に決壊したらそれは流入よりも分けられますけど、普通越流してもいいイコールですね。イコールですから、うん、開けてイコールにしてた方が、まあやっぱりダムの安全性も当然、当然ですね、我々としては確保しなきゃいけない。それはそうです。すごく、すごく、まあ、かなし1万トンの水がいっぺんに流れ出るという。うん、そう、まあ、これはもうちょっともう想像ですることなんで、外国でもあったかと思うんですけど、そうですね、今ちょっと外国で、ね、うん、あの問題になってるんですけど、そうするともうこの止水っていうかこの辺も含めて、まあ、全ていっちゃう可能性もあるってことだよね、うん、まあ、これも日本じゃちょっと事例がないんで何ともあれなんですけど、まあそういういろんなリスクがありますね。でも申し訳ないですけどやっぱりこう年限も比較的経ってるダムですよね、うん、そうするといろいろそういう、まあ、もちろん普通の状態では耐久性は十分あると思うんですけど、そういう異常時っていうかは気を使わなきゃいけないこともあるんですか、ね、まあ、そのためには日々点検、まあ、もちろんもちろん点検をしておりますし、そうです、ね、ゲートの整備も点検しておりますし、そういうことは絶えずやっていると、うん、そうですね。これ中空型っていうですね、あのそのリスク的にはその普通の重力型でコンクリートの安定計算上は当然安定計算は問題ないと思います、はい、ただまあ事例が少ない、事例が少ない、どのぐらいの事例がある、全国ね、全国12ダムです。はあ、だから昔はそのなぜかコンクリートの人件費よりもコンクリートの資材が高かったと、人件費安かった、だから少しでもコンクリートを節約しようという発想らしいですね。なるほど、すいません。